し、世界は危機に陥った。しかし時を超えた者たちの尽力で人間は一致団結していた。皆が勢力、ところがそのような時流に従わぬ者が一人いた。商会は妖者出現の混乱に乗じて洛陽を制圧、その地を都として己が国の成立を宣言したのである。天津さえ世界が危機に瀕し、皆が協力している時にあまりの愚行、元同僚として長く近くにいた者として当該は商会を止めに。このような世界の危機に己が国を築かんとするとは、商会殿、なんという。この事態は早急に収めなければ。もし野心を持つ他の者まで続いたならば、人間同士の結びつきは崩壊してしまいます。そうなってしまっては妖者を倒すことなど不可能でしょう。ならば商会殿を止めましょう、我らの手で。死は己を死。洛陽城内への潜入に成功する。これより敵防衛線の背後を突く。味方本体を援護する。この門は仕掛けで開く。どこかに装置がある。貧乏な攻めだな。この程度で私の防衛線を破れるものか。一息に押し返し殲滅しろ。ここで無理に攻める必要はありません。ゆくも信じて戦線を維持するのです。お任せを。これで先に進め。大雄、あの同胞は厄介です。放置しておいては被害が増すばかりです。この者が取った。早急に打ち破らん。火の攻撃が止んだ。当該殿がやってくれたようですね。自分は任務を果たして、第二話を。
く閉ざされている。外から開けるのは困難だ。ならば内より開けてもらいましょう。三方より玉座の間を包囲します。そのまま圧力をかける。投降を促すのです。敵は集められてまだ日が浅いはず。紹介殿への忠誠心があるとは思えません。私は正面を担当しましょう。では自分は東を。それがしは西へ向かいます。感謝のしようがございません。その戦ぶり手本といたします。これ以上奴らを進ませるな。押し返せ。そなたを見るとそれがしも元気になれる。包囲は完了したようです。コレス殿、聞こえますか？あなた方はすでに包囲されています。紹介殿についていても待つのは破滅のみ。我らに投降なさい。もはやこれまでか。行きましょう。巨直の王を止めるのです。紹介殿、多様な世界の危機になぜ。世界の危機が知らん。私はただ目の前に伸びる栄達の道を歩んでいるだけだ。こんな道をして己の勢力を拡大しようだなんて、あなたは何を考えているのです。そなたの振る舞いは間違っている。負け犬。私の邪魔をするなら処分するだけだ。私の邪魔をするな、負け犬ど。その愚行、自分が止める。私こそ真の三国無双ですね。なぜだ、なぜ私が負ける。こんなところでは負けられません。なぜ私が敗れる。強い信念を持ち貫かんとする姿勢は立派だ。だが時を誤っている。今人間同士が争っている場合ではありません。皆で協力せねば滅びに沈むのですよ。あなたが手にしようとしていたものも。どうやら機を見いいだろう。この小式の力お前大統これを信じる。どうかこれを受け任務せ。見事なお。うむ、